ルイーズ・エリザベート・ドルレアンは、スペインをルイス一世の王妃、マドモアゼルド・モンパンシエと呼ばれた。スペイン語名は、ルイサ・サイ・サベル・デ・オルレアンス。ルイーズ・エリザベート・ドルレアン・オルレアン公フィリップ二世と、フランソワ・ーズ・マリー・ド・ブルボンの5女として、ベルサイユで生まれた。幼少期から、まともな教育を受けず、誰からも手をかけてもらえなかった。1715年、父・フィリップが、 ルイ15世の摂生となった。3年後に、フランススペイン間に戦争が勃発し、関係悪化の修復のため、スペイン王フェリペ5世は二重の政略結婚を提案した。3歳のスペイン王女マリアナ・ヴィクトリアを、ルイ15世とし、摂生、フィリップの娘を、スペイン王大使ルイスの日にするというものだった。その際、縁づいていない、フィリップの娘はルイーズしかいなかった。 1721年、12歳のルイーズはマドリードに到着した。彼女を迎えるスペイン王家は氷のように冷ややかで、特に王妃エリザベッタ・ファルネーゼは嫌悪感をあらわにした。それでも1722年1月、ルイーズはルイスと結婚した。スペイン王家での礼遇は変わらなかった。ルイーズの足りない教育を補う人物はおらず、ルイーズも、 自分の気癖を指摘されると反抗する有様だった。1724年1月、突如フェリペ5世は退位し、ルイス1世が即位した。ルイーズも王妃となったが、わずか7ヶ月後にルイスは天然痘で死亡した。子供はなかった。完全にスペインに居場所のなくなったルイーズをフランスは帰国させるよう要請した。彼女は、 パリへ戻り、誰からも忘れ去られて1742年に亡くなった。ありがとうございます。